法輪道書店、高田のばば店、臨時公開講座受付中、鈴木喜一郎、作家日記。今日のテーマは、小説家が出版社に出す企画はこのようなものだよ問題。え今日はマシュマロに寄せられた質問ですえ。いつもラジオ楽しみにしています。はい、どうもありがとうございます。 質問ですが、作家さんの出す企画書とはどのようなものなのですか私も仕事で企画書を出すことはありますが、作家さんが出版社に出すものにはどのような、出すようなものはどのようなものなのかと気になりました。よければ教えてください。はい、質問ありがとうございました。 ええと、<laughs> 先に言っとこう。ごめんなさい。あのね、企画書とあと、企画,企画書とあと、編集者に出す用のプロトっていうのは、まあ、ほとんど書いたことがないので、わかんないんだ。あの、ほとんどないというか、実は企画書って書いたことないんですよ。僕がね。 えっと、プロット出していって、こんなのどうっていうふうに、こう、編集者に出す、こう、企画も、30年前に、こう、デビューして2作目を出すときに、その、もうボツボツボツって全く通らなくて、えー、それで、で、あまりにも通らないんで、その間に、あの、現物書いて、そっちの方が、そっちはもう、 右から左にサクッと通ったので、それに懲りて、もう、プロットを出さなくなりましたね。うんと、現物書いてサクッと渡して、通すか通すあのそれ、うん、それで判断してもらうってことにしてます。えっと、まあ、新書はもうちょっと事情が違うかな。あの、何が何でも、何が何でも作家になりたいのシリーズね。 長編小説が書きたいとかっていう、あのシリーズに関して言うと、最初は目次出しをしのやって、それからうん、目次出しっていうのは、新書だとか、あの、ああいう実用書っていうのは、先に、こうずっと、目次をずっとの項目を立てるんですよ。で、その項目を送,送って、であ、じゃあこれでいきましょうかっていう、 まあ、そういう話をしていくと。で、あとはそのお目次に合わせて、えー、内容を膨らませていくっていう、まあそういうやり方です。これ、あんまり小説に見てないような気がするので、僕は小説はあんまりやらないですけどね。まあとにかく、あのーう、何が何でもシリーズは、最初はそれでした。で、まあ2作目以降はもう本当に大体こんな感じって、話だけして、あとはもう現物で渡しちゃってるっていう、そういうふうです。 小説はもう本当に最初に「うんとこんな感じね」って言って大体話だけしてあとは現物渡しですまとめてどんと渡すと向こうも大体いつ届くか分からないのである程度区切りがいいところで順々に渡していくっていうまあそういう方針を取ってますええまあ、えー、こう そうね。進行としては僕の場合は現物を渡して、その現物を見て、それで、ええー、まあ良ければ編集者が、その社内向けの企画書、つまりこの作品はだ誰をターゲットにしているか、メインは、あのメインテーマは何か、どこが売りか、どれが売りでどういうところに訴求するような本なのかというような、まあそういう企画書を書いて回すということです。で、一度僕はそれを読ませてもらって、 えー、これでいいですかっていうようなこと、こういうふうに回しますよっていうふうに読ませてもらって、それ以降は、まあ、だいたいこういう風こうやるとまあ回しやすいのねっていうことで、一応頭の中で、その、を入れて、こういう切り口だと、本としては売りやすいよね。えー、やっぱりあの、こう、我々の仕事、 我々の本というのはまあ,あ我々の,その生き方だとかあ生活だとかあ人生だとかを切り取って、えー、出すようなものではあるんだけれど、えー、っとそれは他の人にとっては商品だっていうそういう側面もあるのでやはり、えー 商品として売り物になりやすいような定裁を作ろう、作り上げるっていうのは、そ、それは大事なのだね。っていう、やっぱ売りや安いかどうかということは考えます。うん。あと、連載の場合、連載の場合だと、あの、これは印税稼いで30年の時はそうだったんだけれど、その、まあ、向こうから企画、印税稼いで30年の時は、いや、貴一郎さん、大したヒットもなく、 これさ、本当にそう言ったんだよね。<laughs> その担当者が、本の雑誌社の担当者がね、大したヒットもないのに、30年この業界に生き残るのはすごいことなので、まあその秘訣とかコツみたいなものを教えてくださいっていうような話だったので、じゃあそういう話にしようかっていうことだったんだけど、じゃあどういう切り口にしようか。ハウツ風にするのか、 俺はこううやっっっててて生き残ってき残たぜっていうあの自慢話というか熱血自慢話風にするのかとかっていうようなそこら辺のところでんんじゃあどういう党にするっていうことで,であと本の雑誌社は初めて初めてお付き合いする出版社なので,でその担当者がどんなものを望んでいるのかってちょっと分かりにくかったのでね でまあ、そういう時にはの、パイロット原稿っていうのを何本か書きました、連載前に。で、えー、これこれこういうふうこういうふうこういうふう。つまり、そのハウツーボノ、沈着冷静なハウツーボノ、過去のその作品の業界はこういうふうでしたよっていう業界のお状態もの、うん、現在の現状分析ものっていうビジネス書風のものを、 また、あ、さっきで話にした、その、俺はこんな大変な目に遭ってきたんだぜっていう熱血苦労話、親父の苦労話、自慢話系の話にするかっていう、その大体3つ、4つぐらいのートーンで、同じネタで4つぐらい書いてみて、どうどれにがいいって,ってじゃあこの熱血ものにしましょうやっていうことでそうなりました。で、実際に書くとなると、まあ、あ何十分かあって、まあ、 あ書いたものがそのまま通すわけに通るとも思えないので少し多めに書いてで <laughs> まああとはあ捨てていくとまあそれでも内容がダブるな <laughs> 面白い内容なんてそうそうないからさ内容のダブりがあったりだとかっていうことはまああ,ありました。で内容がダブ ってるときに、じゃあ、これどうしようか、とかっていう話をしてたんだけど、いや、ダブってても面白いですから、こっちにしましょうよ、なんていう具合にはなりましたよね。で、まあ、あの、こういうスタンス、うん、だと、その、うんまあ、ぶっちゃけだし、僕は企画力が弱いっていうことを痛感しているので、 で、企画力の弱さを、文章力と、取材力と、それからキャラの詰めキャラの詰め,詰めね、詰めどのぐらいきっちり詰めていくかっていう。どのぐらいキャラクターを詰めきっちり詰めていって、このキャラクターだったら、この事件に遭遇した時にどう反応するのかっていうことをきちっと詰めておくと、そうすると、まあ、企画がまあ平凡だなと思っても、まあ、読者は読んでくれるので、うんで、そうすると、 つかみはともかく、いや、初速は鈍くても、もう次に続く。やっぱりリピーターがつくって大事なのでね。という、そういうことですね。やっぱり、あの、弱いところは弱いね。当たり前の話なんだけど。で、この方式だと、どうしてもね、 えっと、没が多くなるのは避けられないです。で、まあ、あの、僕はずっと書いてるんだけれども、意外と、おお30年やってて60冊いかないかな、著書が。これはえ、プロとしてはかなり少ない方です。で、たくさん書いてるけれども、なかなかそういう具合に没が多かったりっていう風なので、まあ、 書いてる割に本の活字になってる、なってないものが多いっていうのは、まあそういう理由です。ただ、まあ、あの、本当に我ながら無駄書き多いです。えー、原稿のロスは多い。ただ、まあ、まあぶっちゃけな話、僕はもう才能がないので、えー、他の同業者と同じようなことを やってたらつまりプロット書いて出して「大きい号が出た」「牛書く」とかっていうような、えー、注文がなきゃ書かないよとかあまあそんなことをやってたらたちまち消えてしまうのでほんとそうっすよ。才能がなければ頭を使いで、うん、才能も頭,がな頭もなければ汗を流して、ね、まあそれしかないっすよね。ですごく大事なのはうんと著者の努力は読者には関係ないので そこを間違えないようにしないとさ努力によう自分になっちゃうよね、えー。読者にとっては面白いか面白くないかなのでそう努力にような情熱に甘えるなって特別僕は言うんだけどそれは誰に向かっていってるかというと自分に向かっていってるんだよ。企画書というとあの うん、佐藤星南くんの YouTube を、まあ、毎日欠かさず見て,、えー、見ているんだけど、星南くん、この間出てたな、星南くんはどうやって本を書くかっていうところで、その星南くんの YouTube チャンネルを見てると、いや、星南くんってすごいよな。その、設定から、作品を書くときにまず設定から入る。もう、設定から入って、 で、キャッチーな設定が思いついたら、それでこその作品は出来上がりだなんていうようなことを言っててすごいなって思ったよね。いや、キャッチーな設定なんて思いつかないよ。いや、もうここら辺はやっぱね。天才ってすごいなと思うよね。えー、もう着想力と企画力っていう面で言うと、本当西ナくんの足元にも及ばないので。 えー、そういうことを考えるとやはりこう,うまあ取材力う取材力っていうのとまあ文章とあとそのあれだなこう登場人物の作り込みだとかあ取材力だとかっていうのは結構努力でなんとかなるものなのでもうそこでカバーするしかしょうがないような判断っていうのは。 まあえ見返すもんですでまあ,あ小説家の仕事が他の浮世絵仕事と大きく違うこと俳優さんの話なんての、ね、はこの間ちょっと固めて何,何本か読んだんだけど俳優さんも本当にその現物のサンプルの示しようがないので俳優さんって大変だよねっていう鴻上庄司さんのエッセイを読んでた時にこう 自分の、その、演出だとか俳優のサンプルがないので、もう自分で劇団作っちゃって、そこでこう、やりました、なんて、それ、そういう手があります。そういうことをやって仕事につなげました、なんていうような。まあ、そういうところがあったんだけど、もう、小説はそ、そこまで手間かかんないです。えっ、ー、と、小説の場合だと、その、企画が下手でも、 その書き上げて現物を渡してしまえば、そこから何とかするっていう方法があるし、まあ僕もそれで何とかしてきたので、まあそこら辺が小説家の,しあの仕事の強みかなっていうことは思います。えー、大きく損をしたとしても、損をしたするのは自分の労力だけだからね。えー、そこら辺は、その自分で会社をやって、 やって,みて、えー、会社やるの大変なんだよ <laughs> いかにしてその銀行から金を借りずにこう、うん、回していくかっていう、うん、それからあと会社を畳む時にいかにこう負債を出さずにして黒字決済で会社を畳むかって結構大変だったので、えーまあ、そのことを思ってやっぱり小説家は。 別にその銀行から融資を受けなくても、うん、開業できるし、風景画としても十分やっていけるタイプの仕事でもあるので、まあ、こう、ちょいちょい没になるのが嫌だっていう、うん、小説家志望者の方だとか、をよく見かけるんだけど、うちの講座はいないな、さすがに。どのぐらい没が多いかっていうのは、話はしてるので、 よくネットなんかでは、こう、あの、ボツボツボツで半泣きになってる人って結構見かけるけれど、いや、ボツになるぐらい別にいいじゃない。作品がボツになったって借金取りは来ないよ。ふふふ。なんてことはよく思います。まあ、とにかくさ、ああ、 人間書いてるだけで丸儲け。な <laughs> んじゃそれって。2022年5月14日、法林道書店高田の馬場店で鈴木喜一郎小説講座臨時公開講座をします。ゲストは長谷月元屋さん。参加申し込みは法林道書店イベントで検索をかけるか概要欄にリンクを貼っておきますので、 そちらからアクセスしてください。えっ、ー、と、リアル受講、リアル講座なので、えっ、ー、と、定員があります。お申し込みはお早めに。この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問も募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。 リモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩賞や横溝折衝賞オールモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています というところで今日の鈴木基調作家に来て、そんなところで、ではではでは、失礼します。